せーの、オーバークールメンポー。今日の企画はかっこいい飛び込み選手権、イエイ。単純にしたかった、いかにかっこよく飛び込みるか、うん、一番絵になった人が優勝です。オッケー、マジ、え、そう、買っちゃうけどいい。まあ、ここはだいたい2メートルくらいですね。まあまあ、そうやな。2メートルぐらいの高さがあります。じゃあ早速、はい、行きましょう。よっしゃ。ナンバーワン、ヒロアトラ。まあ何も考え、とりあえず、綺麗に飛び込もうかな。あ、1回目。1回目。いきまーす。はーい。水面いります。水面いりますね。はい。めっちゃ綺麗に飛び込んだと思うんやけど、だって全然痛くなかったで。確かに形は綺麗やった。形は、うん、8点、はい、8点。オーソドックスすぎず、ちょっと応用した。あーな、シンプルに前転で、おーおーおー、ね、これ結構ね、簡単かもしれへんと思われるかもしれない。もし俺が謝って来られてきてたとしたら、ああ絶対に認められてたと思うか。これ結構ね、簡単かもしれへんと思われるかもしれない。これちょっと難しい。未亡人、未亡人、何点ですか、何点ですか、返さが1 1点。お前かっこよくできんだろうな。俺みたいに、え、1点やかっこよさ1 1点やった。まあ10点出しちゃっていいっすか。うん、いいよ。もう最初から結構打ち放っていいっすか。俺もかっこいいの見たいもん。あ、マジ。イメージトレーニングできたよ。イメージトレーニングできました。胴回し蹴り。三点。よし、終盤に入りました。はい。そうね。じゃあね、まあ数の上位互換の。ああ、全点。さあ、イメージトレーニングしてます。はい。4点です。あっか、え、でもね、頭から入ったんよ。頭から入ったんよ。入ってない。なんかボーン入ってた。見たいわ。いいですか。どうぞ。え、ちょっとビデオ確認しよう。え、はい。腹立つ手してたな。満点出ました。0点なんか飛んでこういったけど、なんか、うん、あ、やべ、手忘れてたで、ね、そう、気色悪い手してたよ。あれダサいわ。ダサいな、あれ。ちょっとどうですか、一回ここでかっこいい選手権終わって、ずっとダサい続いてるから。あかんね、これは。そそのかされたあかん。いいですか、ダサい選手権で。無理です。え、無理です。ガチの顔。いいですね。無理です。え、ダサい選手権始まります。好きな四字熟語は焼肉定食。ダサいな。ダサいな、しかも意味わからんな。絶対持ってへんの。あと焼肉定食って四字熟語ちゃうやろ。ダサレベル8。許してくれよ、頼むよ。あれだろ、金だろ、金ならいっぱいあるんだよ、やめてくれよ。
いや B 級映画か。数が出てる。って声出さすぎやろあれ。それ最強の。出さレベル。なんかこの時俺強いな。絶対かっこよく飛び込んであるからな。おおダサいなこれがポイントでしたこのあ昨晩耳死体となってやった水平線が一直線で綺麗だな俺らのクラスみたいに綺麗だぜ走っていこうか待ってください先生ダッサいのダッサさレベル150万はい急遽かっこいい選手権とダサい選手権を2つやることになりますかっこいい選手権優勝誰ですか優勝は俺ですえダサい選手権優勝はこいつですえちょジェーンもでもダサい選手権ダントツ優勝やったねかっこいい選手権の時にもうすでにダサい選手権をやってたやつそうなんですよね一人でやってたやつしてないですあと目大丈夫かちょっと目つぶりながらやって目にめっちゃ海水入ってもうこのね動画面白いと思ったからいいねとコメントよろしくお願いします、はい、いいねとコメントしてくれたら動画伸びるんでお願いします、はい、ありがとうございます、はい、お願いでは